Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。6月13日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナ名古屋お送りいたします。もうねやっぱり雨が多くてですね、まあ湿気も多くてね、王子ね最近ちょっと髪に腰がなくなってきましたよね、まあ、そんな状態ですので、もう頭にね糊がねへばりついてるようになってましたね。ちょっとかっこ悪い滑り王子でございます。はい、今日はリモートで、味噌煮込みスキーはお伝えします。王子の監視はダンサーズに依存してます。よろしくねダンサーズ。はい、ということで今日は味噌煮込みスキー、リモートですけども、ダンサーズは一応こちらでやってるんですけども、うん、いやなんかですね、うん、なんか右肩にですねくっつき虫 がくっついてるなと。あ、本なのシャツに。あ、本当、はい、王子全然気づいてないわ。こんな男が横にいるなと思ったダンサーズでございます。今日は伸び伸びできそうですので。はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマはタイミング。今夜のテーマはタイミングです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナー今日もあります。タイミングというテーマで王子がなんか喋るみたいですよ。22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたします。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。名古屋市熱田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071052-653-0071までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。キウナ名古屋。
メールご紹介します。はい、お願いします。これはですね、先週の、興味津々で来ています。マンタキラジオの美奈子さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。おさりさん、こんばんは。私の興味津々は、王子が独身か、年収か、好みのタイプはかな。あら、そんなに王子に興味があるの？あら、もちろんお金持ちなら大丈夫ですよ。ただね、お金持っててもですね、王子の使うお金は特別ですので、いろんなところで見せると、ね、王子これ子供銀行の、ね、お札じゃないのって言われてね、一般的には使えないって言われてますんで、そんな具合でございますんでね。そういうバック文字の臨界は楽しみましたか。その内容も興味津々ということでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。俺は、王子は出てないですもんね。そうなんです、うんうん。まあ、私行きましたけども、うん、楽しかったですよ。まあ、やっぱりそうだよね。今回はですね、戦場パーティーでして、うん、私モビーリック号という船に乗ったんですけど、はいはい、2回目なんですよ、うん。で、まあ、本当ね、この船がですね、うん、もう揺れがないんですよ、はいはいはい。すごいやっぱり船長さんも考えてコースを取ってたなと思って、うん、すごくもう皆さん、うん、まあ、4年ぶりっていうことで楽しくやってましたよ、うん。でもあれじゃないですか、前日この台風の影響で、うん、やっぱりこう揺れもあるのかなと思ったんですけど、うん、やっぱり大丈夫だったんですね。はい、問題なかったんですよ。ただ、まあね、残念ながら、うん、台風の都合で、うん、参加できなかった、はい、飛行機が飛ばなかったり、ね、うんうんうん、そういった方もいらっしゃったんですけども、うん、まあすごく楽しめたかと思うんですけど、味噌煮込み好きなんかありますか？うん、いや面白かったですけれどもね、やっぱりね、久しぶりということで話し込んじゃってね、全然船の外の景色見てないんですよね。そうなんですよ、うんうんうん、見てないんですよ、うんうん。でもね、久しぶりいろんな方と会うとね、まあ、そういう感じになりますよね。お話ししたいことが多いですもんね、うん。そうなんです、うん、はい、はいはい、ありがとうございます。先週のテーマでいいでしょうか？うん、どうぞ。興味津々のテーマで来てます。はい、岐阜の9人のバーバーさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。旧名古屋の皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。日曜日、北海道にユーミンのコンサートに行ってきました。おお、来年70歳になられるユーミンは一体何歳までコンサートができるんだろうと興味津々の私です。若い頃からたくさんの歌を作り、いろんな歌手に歌を提供して数々のヒット曲が生まれて、本当にすごい人だなと思います。デビュー50周年の去年から今年にかけてすごいコンサートの数なんです。もうそろそろ引退なのではと一緒にコンサートに行った仲間たちと話していました。できればもっと長く歌ってほしいと思う私です、ということです。はあ、ユーミンって 70? 70歳なんですか？そうなの？すごい、全然見えないですよね。全然見えない、うんうん、すごい。でまたね、名古屋市に行ったらですね、経路パスが出るんですよ。あはい、ね、でもまたね、ユーミンのコンサートのチケットってなかなか取れないと思うんですけど、はい、すごいですね、そうやってね、踊りになってね、行けるってことはね。また北海道まで、うんうん、美味しいものを食べてユーミンのコンサートが見て最高ですよ ね、 ね、 最高ですよね。カープボーイさんからツイキャスで、味噌煮込みすきさん、ダンサーズさん、ひげを剃っても、うん、ヤクミツルさん、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。船は出たんですね。大丈夫だったかな、揺れなかったかな。僕はロックの日に行ってきたよ。最高だった、ゆうたろうさん、Be My Baby ということで。おで、くもじは、ね、船ですけれども、うん、西町もね、ライブハウスでロックの日ということで盛り上がったみたいですよね。ねえ、うんうん、ねえ、なんかヒープーさんがね、うん、なんかオーヤンヒーフィフィにねえ、すごい見たかったです。なんか写真ばっかりがね、うん、流れてきてね、すごい、ね、いやこれを見たらね、行きたかったなって思うんですけどね、はい、なかなかね、いろんな全ての、ね、ラジオ局のイベントに参加するっていうのはなかなか県外からは難しいですよね。ねえ、すごいよね、うんうん。あんつばさんが、中島みゆきさんは71歳ということで。あら、みんなさん頑張ってらっしゃいますね。すごいです、あ、そうね、来年70歳になられるって書いてあった、ごめんなさいね。そうそうそう、はい、そうなんです。あ、泉さんの特急サザンさん、今日はリモートです。味噌煮込みはスタジオにはいません。はい、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、じゃあメールでは、そうですね、続いてですね、はい、こちらも興味津々で来ています。はい、ダンサーさん、みそさん、1時間放送になり地に足がついていないマスクちゃんマスクちゃん、マスクちゃん、あ、いいでございますね。こんばんは、埼玉のゴーです。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、テーマの興味津々ですね。僕は沖縄がキーワードのものやことには必ず興味津々になりますね。興味津々高田新ですね今ね、高田新さんをちょっと思い浮かべたんですけど、はい、あの方も今あの演歌歌ってらっしゃらないんですよね。あ、そうなんですか。多分ね、引退されてなんか違うことやってるんじゃないかな。あ、そうなの。そうなんですか。引退したんですか。確かね、そうだと思いますよ。あれ、僕なんか NHK で見たような気がする。え、最近なんかね、うん、私がね、こう、なんていうの、知ってる記憶によりますと、うん、多分ね、辞めてらっしゃるんじゃないかな、演歌。あ、うん、そうですか。へぇ、そうなの。辞めたって、僕はダンダダンが辞めたっていうのは聞いてましたけど。あ、なんかね、若手の方、まあ、中堅の頃になってね、なんか辞められる方が、ね、多いなって、ね、感じたことがあったんですけど、うんうん、でも、ね、まあ、なかなか今そういうテレビでね、うん、拝見する時がないですもんね、そういう歌番組がなくなってね。少ないですからね。ね、昔のね、その演歌歌手の方が集まった番組ってもね、うん、なかなか民放でやらないみたいなもんですからね。そうですね。ね、見る時がないですけども。はい、それとですね、最近ですと近所のスーパーに内地でなかなかお目にかかれない島があってから、島っていうのはお酒のことなんですね。あれですね、青森ですね。青森、はい、うん、で、ゲットしました。うん、あ、だからなかなか、ないお酒を、うん、ゲットしたってことですね。うん、まだ飲んだことのないものもありましたので後日購入予定ですということでございます。うん、でもこれね、あんまり王子はね詳しくないんですけども、こうお酒のね、はい、写真がね、来ていますので、ここにいるかな、出ますか。ああ、はいはい、うん、皆さんご存知のね、お酒かと思いますけど、うん、青森かと思いますけどね、はい、うん、こういったものを購入されてるってことですね。うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これもありますね、もう一枚、これ皆さんもこれもご存知のお酒ですかね。あ、この美っていうのは私初めて見ました。あ、すごいインパクトあるラベルですね。組み合わせ美ですね。美、はいはい、はいはい、ありがとうございます。あ、ヒカルさんが、西町の龍太郎さんは、はい、ピーマンベイベーと新入社員の時公開放送で歌っていて爆笑されました。あ、総務部長ね、総務部長だったっけ今、はい、うん、あれ、カンボイさんがオーヤンフィーフィー、あのオーヤンフィーフィー最後にブラジャー外れよったよってそんなオチがそうなんですね、うん、ちょっと危険な香りがしますねねえはい、ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、そしたら今週の、テーマのタイミングで、お呼びしたいと思います。はい、お願いします。進撃のめいちゃんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日ゲストさんがいない回なので、マスクさんのコーナーとかは設けたりはしないのですか。あ、どっかでぶち込んでやろうと思いますけどね。ふざけるな。そしてタイミング、やっぱり番組へのメッセージやリクエストを送るタイミングをずっと考えてます。リアルタイムに送るということは絶対難しい。タイミングが大事よって一部の人は言うけど、仕事上番組前にしか送れないんだよね。あと飲み会の開催するときのタイミングは大事。今度ダンさんや、ミソニクミスキーさんとマスクさんが沖縄に来日したタイミングで栄町せんべろしましょう。あ、うん、久しぶりに美濃和さんのお店にも行きたいですね。あ、そうだった、うん、いや、まあね、うん、のあたりはね、うん、いっぱいいい店ありますからね、うん、ディープな店が、うん、またあのね、うん、ぜひ前ね、ちょっと、うん、めいちゃんですよね、はい、一緒に行きます。あ、そうです。後からちょっと行ったんですけど、あ、そうですか、はい、ちょっとね、時間が短かったんですけど、うん、また一緒に行きましょう。はい、あのね、はい、このめいちゃんがね、あの王子にちょっとねぶっこんでんだよね。なになに。 PS、 ここで言うのもなんですが、うん、マスクマンバージョンの、うん、中西康の、うん、これ中西
ヤスの最後の雨を聞いてみたいなって、はい、あのここで歌ってってことってことかな。歌いたいの。いやあのここでこう言われてるからね、うん、ただあんまり歌詞がね覚えてないんですよね、うん、あのちょっと待ってね、どうすればいいの、じゃあ歌います。ちょっと待ってください。ちょっとだけね、ちょっとだけね、はいはい、ちょっと、ちょっと、この、 あの歌詞を思い出しますんで、はい、いきますよ、はい、多分これサビの部分かな、うん、本気で忘れるくらいなら泣けるほど愛したりしない。こんな感じかな。めいちゃん合ってる？なんかちょっと寂しかった、うん、これさんが寂しい歌でしょ、うん、なんかこんな歌だと思うんですけど、うんうん、皆さんちょっと聞いてもらいました。多分間違いないと思うんだけど、ちょっと歌いましたね。アンツマさんが73点って、はいああスプリームさんが自由だなって、うん、自由です自由です。もう1時間番組になったら本当この人やりたい方だよ ね、 やりたい方だね。今はさ、ね、うん、あのめいちゃんのリクエストにお答えしました、うん、なかなかぶっ込んでくれるから、うん、今ね歌詞を思い出すのが ね、うん、ね大変でしたよ。いやでもなかなかぶっ込まれたけど割にはよくやってきましたね。でしょ。あ埼玉の郷さんも意外とうまいぞってあんまり持ち上げない方がいいですよ。そうそう調子に乗るからね、うん、まあ今日はね喉の調子あまりよろしくないですけどね、次回からはちゃんとね喉の調子を整えて、うん、そうするとみんなあれかなリクエスト来ちゃうかなはい、ありがとうございます。そうだよ、なんかそのうち歌のぶっ込みがいっぱい入ってくるようになるから気をつけてよ。そしたらダンサーにあの歌詞カードをたくさん用してもらわないと。おだまり、おだまり、ほら調子に乗ってる、うん、最近の歌はやめてくださいうん、ちょっとね、すみません、リクエストのコーナーじゃない。あ、そう、はい、わかりました。みそちゃん、あれですか。あ、なんかそういえば、埼玉の郷さん、うん、もう言わないって、はい、あら、そうなの、そうなの、そうね、郷さん、うん、この男ね、つけ上がるだけですからね、うん、あ今郷さんって聞いて、うん、ねえ、そういえば郷ひろみさんの歌も、ね、歌ったことあるなってもうマイク切るよ。え郷ひろみの歌を歌おうとしてるでしょ、はい、あそうですね。じゃあメール行こうかな。はい、はい、どうぞ、はい、名古屋ネーム沖縄大好きさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーズさん、みそにこみすきさん、すべりょうじマスクマンさん、こんばん名古屋。こんばん名古屋。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。メッセージテーマ、タイミング。タイミング、会うときと会わないときって必ずありますよね。信号に引っかかったり渋滞に巻き込まれたり、タイミング悪く逃れたりなんてこともよくありますよね。そんな僕はというと、タイミング悪く携帯の電池が切れてしまうなんてこともあったり、ATM の無料時間が過ぎて手数料取られたなんてこともあります。逆にタイミング良かったことで言うなら、夕方のアジラジやスリップビートでも話した、昨年11月頃に電動シニアカーを運転した男性の高齢者が姿勢を崩したまま立ち往生してたところを発見して、救急隊の人たちに引き継ぎできたことです。おお、この日は天気も悪かったので、タイミング悪かったら大雨でびしょ濡れになったかもということでね、いいタイミングで、まああれですね、沖縄大好きさんがこう高齢の方を見つけて、救急隊の方にうまく引き継ぎリレーができたということですよね。すごい素晴らしい、素晴らしい、ね、それもタイミングですよね、やっぱり本当に良かったです ね、 ね、ありがとうございます、ね、はい、ありがとうございます。こちらはですね、はいはい、次も、タイミングで来ています、王子みそさん、ダンサーさん、こんにちは。ブラックアンツバ、ブラックビスケッツ、え？ん？ブラックアンツバでブラックビスケッツってなんか歌手のね、グループがいらっしゃいましたね、うん、ブラックビスケッツってね、うん、テーマタイミング、はい、今月は台風2号と3号の接近で本島に行くか行かないかを決めるタイミングに苦労した自分。台風2号は沖縄本島に金曜日に再接近しましたが、その後地元に向かう予報だったので、木曜日の臨海参加発表のタイミングで臨海キャンセルすることにしましたが、臨海当日の土曜日はラジオやツイッターなどは一切見ませんでしたね。3号が接近した時も日曜日に再接近の予報で飛行機が
飛ぶかわからない感じで、土曜日の早朝に天気予報と実際に空を見て行くことに決めましたが、最近の台風は昔と違い変な動きをするので予報がつきにくくて、ギリギリのタイミングでしか旅行日程決められないんですよね。ちなみに今のところは台風発生はないと思いますが、来週くらいにはまた発生するのかなと自分は予想しています。はい、そうですね、まあ、台風の、ね、動きもね、うん、なかなか今あの読みづらいっていうかね、分かりづらいですね、うん、本当はあんまりこの時期来ないんですよね。ていうかこの時期本当はもうちょっと台湾とか中国大陸の方に行く進路を取るのかなって思うんですけど、うんうんうん、ちょっと最近なんて言ったらいいんでしょうね、こう日本の下の方っていうか八丈島とかあっちの方を通ってて、うん、なんとなく秋の台風のような動きですよね、うんうん、今ね、おうおう、早くなりましたね。なんか ね、変な進路ですよね、確かに、うんうん、それは思いますね。これまたあれなんですかね、うん、この早くなってもまた同じようにこう9月ぐらいまでずっとこう台風が続くようなこういう気候っていうか、なんですかね、ね、なんかちょっと、ね、早くね台風が来たら、まあその後ろの方があの台風なくなるよっていうことならいいんですけども、うん、まあ、そうじゃなく通常のようにね、うん、まあ、季節ごとに来るような台風がね、うんうんうん、まだまだ来るのかなと思うと心配ですけども、気になりますね、はい、はい、読めないですね。なんかやっぱりこう沖縄のイベントによく参加するものとしてはね、うんうん、本当にいつも台風が気になって仕方がないですね、うんうん、あ、で埼玉の郷さんが2017年か18年か忘れたけど、うん、U ターン台風とともに内地から沖縄、沖縄から内地って移動した埼玉ですって、うん台風を連れて帰ったみたいな感じ、うん、まあ、我々もね、実を言うとこの前も台風に引っかかるんではないかなという風だったんです、うん、まあそうですね、無事避けれて、最近こういうパターンが多いんですけど、なんか我々ちょっとうまく台風避けてるんですけど、いやいつかいつ当たるかっていうのがヒヤヒヤしてますけどね。まあこれもねタイミングの良さでね、うん、こううまいことね、あの飛行機が飛ぶような時にね、うん、あの行けて良かったですよね。そうですね、うん、ね、はい、あ、そうツイキャスですね、ちょっとあのさっきの青森の話に戻るんですけど、ヒカルさんが青森と和紙ミルクを混ぜて飲んだら美味しいという吉見大河さんが話したよって。あ、あ、和紙ミルクってあれコンデンスミルクのことなんですけども、うんうん、あ、美味しそう、うん、でもあのやっぱり甘い感じですよね、そうするとね、なんかちょっと、うん、なんて言うんでしょう、女性好みのドリンクになりそうですよね、うんうん、ね、うん、青森もねいろいろコーヒーね、本当にブラックのコーヒー混ぜたりとか、うんうんうん、ね、結構いろいろな可能性というかね、あの、はい、楽しみ方ができるんで、はい、ね、いいですよね。そうですね、うん、はい、はいはい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、ダンサーズさん、みそさん、またステーコーゼロエクセレント滑り用事、リスナーの皆さんこんばんは、シュープリームです。ありがとうございます、ありがとうございます。テーマタイミング、もはや社会インフラと言っても過言でもない LINE、 皆さんほどのタイミングで、あ、これ皆さんどのタイミングで見て返信をしますか。実は先日木曜日 LINE でスノボ仲間から日曜日に会おうと連絡が来て、前日また連絡してねって返事をして一旦終わり、その前日である土曜日の夜に LINE の通知が出たのですが、すぐに返すのもあれかなと思い Twitter を見たりしている間に既読どころか返信を忘れて、気づいたのが当日の昼前、しびれを切らした連れから LINE 電話が来ました。あー、 LINE 見てないのってことですね。あー、うん、LINE の既読返信のタイミングって難しいじゃないですか。あ、王子はタイミングのブラックビスケッツとポケットビスケッツ、うん、どちらが好きですか。ちなみにタイプの女性の、LINE 電話番号は即日聞き出しますっていうのはシュープリームさんが即日聞き出すってことですよね。王子のことではないですね、うん、これはあの文面からすると、あの結構シュープリームさん手が早いっていう、そんな感じですね。王子も聞く方ですけどね、うん、あとね、このブラックビスケッツポケットビスケッツってね、ブラックビスケッツはね、うっちゃんなんちゃんのなんちゃんの方じゃないですか。なんちゃんがビビアンスと一緒に歌ってた、
グループですね、はいはいはい、でポケットビスケッツは、うっちゃんとあの、千秋が歌ってたんですよね。よかった。でもこれにはね、はい、王子歌ってって書いてありませんからね。よかった。あ、ちょっと何それ振られたらちょっとそこ怪しい感じ、怪しい感じ。ちょっと今うん、歌詞をね、あの すみません1時間になったから決して歌う、そうそうそう、別に王子がすごく歌う時間を設けてるわけではないの。そうそう、うん、今ねちょっとねタイミングの、ね、歌詞出しちゃいまして。ね、だから本当にね、またどこでね、うん、ぶっ込まれて歌ってちょうだいって言われるといけないですからね、はい、うん、ちょっと今歌詞を出しちゃいました。本当に。ね、でも埼玉の郷さんがスタミナって言ってるけどいいのかな。すみません、リクエスト番組リクエスト番組になってるけど、はい、喉の調子のいい時にしてください。はい、ありがとうございます。勘違い王子ですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、いきますね。はい、じゃあ、名越マナーさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様こんばんは。こんばんは。こんばんは。久しぶりに家でゆったりしています。疲れがマックスでした。タイミングって言えば私の場合は春の桜咲く季節と秋の紅葉の季節のタイミングが合うときは嬉しいですね。今年はいつもより早くて関東に行ったときは満開を過ぎていましたが少しは咲いていてギリギリセーフでしたね。さて毎年その季節のタイミングの旅はドキドキですよ。今年の紅葉はどうなんでしょうね。それでは最後まで頑張ってくださいねということです。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、久しぶりに家でゆったりしていますっておっしゃってたんですけどね、はい、名越マナーさんは、ね、うん、お店を、ね、うん、新しい場所にちょっと離れたところ、うん、そんなに遠くないですか。新規移転オープンしてね、はい、綺麗なお店になったということでね、ちょっと、はい、しばらく多分新しい店舗オープンということでパタパタして、うんうんうん、ね、結構忙しかったんじゃないかなと思って。そうですね、うん、はい、そうそう、で、ね、よく桜の時期とか、うん、その紅葉の時期に、ね、こっちの方の県外の方に移動、ね、旅行してその度になんか結構島田さんいいタイミングで桜を見たりとか ね、 ね、してされてますよね、うん、そうですね、うんうん、そうはい、はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、こちらもタイミングで来ています。銭形警部からです。ありがとうございます。もうすぐ51歳になる私は学生の頃から現在に至るまで、未だに彼女がいません。私自身理想が高いとかより好みしているなどと言われたことがありますけど全くそんなことは意識しないで好きな人がいたらアタックしていますがタイミングが悪く散々振られてばかりですね。数少ない機会で女性と会い食事や映画鑑賞ドライブなどをやりましたがあとちょっとのところで交際には、成立せずに未だに壁を越えられないでいます。タイミングさえはいいんですけどねということでございます。うん、まあそうですね、まあいろいろタイミングまあありますよね。うん、なんていうのかな、よくね、相手の方のことをよく分からずに例えば彼氏彼女がいるのにねお誘いしてね、うん、で彼女と彼氏がいないタイミングでね声をかければよかったんだけどそうじゃなくしてねいる人にね声をかけてもなかなか上手くね成立しないっていうことが多いですもんね。まあね、ゼリガンさんに言えることなんですけども、うん、はい、まあ、この前イリンガでお会いしまして、はい、でスーツ着てたんですけども、うん、どうもですねそのスーツがですね、うん、まあ、味噌煮込み好きは分かると思うんですけども、うん、はい、パチンコ屋でサボっている営業マンみたいな感じのあ例えが、うん、いう感じのスタイルでしたので、うん、スーツもですね、うん、そのデートの時とか、うん、いきなりそれですと、うんうん、ちょっと営業マンっぽいなっていう感じもしましたので何かの営業かなって保険の営業かなとかね、はい、いろいろなっちゃいますよね。そうですね、ディーラーにも見えました。ああいや一応ほら銭形さんはこのなんだっけ、はい、ファッション業界のそうだよねのところの、うん、の意識して、うん、そういう感じのファッションでいらっしゃってたんですよ。
あ、そうですか。私そこういう格好の人パチンコ屋でよく見たんですけど。パチンコ屋でパチンコ屋、はい、っていうに今そういうってことはなんかダンサーズもパチンコ屋に寄り道してるってことだよね。あ、トイレによくついてあ、そうなの、はい、そうそう、営業マンはなかなかね、あのトイレの場所がね、はい、あの見つからないとやっぱり手っ取り早いのがパチンコ屋さんなんですよね。そうです、パチンコ屋さん。あ、そうなんですか。お世話になります。よくコンビニは入りますけど、うんうん、でもね、コンビニに入ってあのトイレだけ借りてね、うん、あの出てくる方と何か一つ買わないと、うん、出てきづらいなっていう風に思われる方がいらっしゃるんですけど、はい、ダンサーズとかそちらはどんな感じです？あ、これ時と場合によりますね。え、結構なんか買っちゃうタイプですね、私。買う時と買わない時、うんうんうん、文字もそうですね。あの買うとき買わないときありますね、うん、まあ、見て、あ、これだったらいいなっていうものが一つあれば買うんですけど、うん、まあ、なければそのまま出てきちゃいますので、うんうん、でもやっぱりね、あのなんか買わないと出てきづらいなっていう方がいらっしゃいましたんで、はい、っていうかなんかやっぱりね、うん、あのトイレを済ませるとなんか買いたくなるんですよ、また私、うんうんうん、ただこれね、日本だけなんですよ。はい、日本のコンビニだけなんですよ、トイレがあるのって。あ、ないんですか。海外ないですよ。ほう、ないですよ。ちょっとあの公衆トイレっていうのもないんですかね、海外は。公衆トイレはありますよ。ある、うん、あるんですけど、うんうん、コンビニにトイレってないんですね。あ、コンビニトイレがない。でも昔は実はですね、うん、最初なかったんですよね、全店とかね、コンビニ全店とかそのいろんな店。あ、そうですか。で、昔はなかった、うん、あー、はい、ローソンかどっかでしたっけ、あの、うん、ちょっとそのトイレがあるキャンペーンじゃないけどそういうのしてて、うんうん、割とそれでトイレが浸透したのかなって思ってるんですけど、うんうん、確かね、森高さんの歌だったかな、なんか早く行かなきゃ行かなきゃみたいな感じの曲で、うん、それでなんかあのお手洗いがたくさんなんかついたような感じのっていう話をしていたら、なんとコンビニ社労士の安さやかさんがツイキャスで専門家、はい、送りました。コンビニで一つでも買ってもらえるのはありがたいですって。はいはいはい、うん、ね、あのトイレで長いことこもって出てくるだけではダメですよね。ちょっと待って、長いことこもるの？こもるときありますよ。あのね、これタイミング悪いときあるじゃないですか、うん、ね、あのね、用が足したいなと思って全然出てくれないときあるでしょ。あるあるある、逆に長いなと思って。そう、あるのよ、うん、そういうとき。そんなに長く滞在するって思うけどね、うんうん、まあそういうときがありますよ。あります、はい、ね、はい、あ、尾勝からもしさん、こんばんは。青森からツイキャス見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、埼玉の郷さん、僕は気にしないで出るって言ってるんですけど、ちゃんと借りますって言いますよって、うん、あ、うんうん、紳士的ですね、うん、でもまあ大体今ご自由に、ね、お付き合いくださいっていうね、こう張り紙したところも多いですけども、うんうん、まあなんか、ね、言わなきゃ、入りづらいなっていうお店もありますからね、うんうん、ね、なかなかね、あ、うん、あ、埼玉さんが外国人にありがち、はい、トイレで電話して住んでいるのに出てこない、うん、お手洗いで電話をして占領してるってこと？いや、それやめてほしいですね、うん、それ外でやってほしいですね、うんうん、子供がトイレしたいのに一回ガチ切れしましたって。そう、ちょっとあのね、本当の用途で入ってこもっててほしいですよね、うんうん、ところがいろいろ用を足しながらってことですね、電話をしてるってことなのかな。そうなんだ、それはちょっと困りますね。困りますね。そうじゃなければ別にね、あの、うん、こう外でね、あの電話できますもん ね、うん、ね、そこにね、うん、滞在しながらね、トイレに滞在しながら電話をやめてっていうね、うんうん、あのいろんな音が聞こえちゃうっていう、うん、ね、あ、うん、そうそう、ね、そういうね、あのいろいろな、ね、あの詳しいそのコンビニの事情などはね、はい、やはり金曜日の、うん、FM ギドワンの金曜日の21時からの番組ですね、うん、はい、はい、ね、ウィークリーコンビニラジオです、ね、うん、ウィークリーコンビニラジオ、はい、安さんのウィークリーコンビニラジオを聞きいただければね、はい、たまにゲストで本当に、コンビニの、ね、携わる方がいらっしゃってて、はい、安さん自身も、ね、はい、コンビニ社労士ということでいろいろね、うん、詳しいコンビニエンスストアの裏事情なんかも聞ける楽しいラジオとなってますので、ぜひ FM ギノワンの21時金曜日ですね、はい、夜21時からお楽しみいただけたらと思います、はいはいはい、今日はあれだね、ヤスさん の、 あのダメ出しの、ね、ポン出し全然ないから今日は会長だね、王子もね、王
字滑ってます。なぜここで出るの？ね、まあ、後半ね、もっと滑るかもしれないですけどね。王子滑ってます。いやでもね、うん、先週本当に生で聞かせていただいてね、はい、ちょっと私も感動しましたね、あれはね。ドキドキしちゃったよ、王子、本当に、うん、ね、うん、ただで一瞬、うん、あれダンサーズがポン出ししたのかなって思ったら、うん、エコーかかってないんですよね、うん、ヤスさんなんですね、うん、あでヤスさんからね、ツイキャスで、うん、新宿のあるお店のトイレでは、はい、男性が入ってしばらくしてから女性が出てくることがありますよってことで、ね、ということなんですよね。あ、うん、あと今ヒカルさん、うん、FM ギラー向かいにあるコンビニのオーナー顔見知り。私 FM ギラーお邪魔した時によく立ち寄ります。よく立ち寄りますけど、ただね、いつもオーナーさんがいるかどうか分かんないんで、誰がオーナーさんか私は分からないんですけどね。はい、うん、ということで、ということで、はい、CM でーす。キウナ名古屋。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMKG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円で、なんと 1.59 まで持って帰れますよ。さあ、八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまで。おやつと軽食の店夢や。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、経営者様のお困りごとを多角的に問題解決します。従業員に関するお悩みに寄り添います。お問い合わせは電話 03-5357-1182 まで。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。はい、名古屋は栄養コーナーでございます、はい、ちょっとですね、うん、お知らせしたいことがそうですかございまして、はいはい、ですね、ちょっとまずうん、いいですね、はい、はい、ですちょっと私どもの旧名古屋なんですけども、はい、後ろにもいろいろとスポンサーさんの名前が書いてありますけども、はい、私たちスポンサーさん募集をしております、はいはい、よろしくお願いします。いつでもですね、ご連絡いただければ、はい、ご説明の方させていただきます、はい、それがですね、まあ、個人の方でもね、ご支援いただきやすくするためにですね、クレジットカード、おい、電子マネー、おい、 QR コード決済の一部に対応することになりました。すごい、はい、これショップですよね、この感じがね、いろんなもので支払いできますっていうね、はい、そういうことですよね。そうですね、うん、それができるようになったんですね、はい、で、これをちょっとこれをお見せした方がいいかな、うん、
ちょっと画面共有をしてみまして、これかな、これ見えるかな、見えない、うん、あ、見えない、うん、あ、見えない、あ、見えない、見えないな真っ暗ですね、うん、あ、見えた、あ、見えた、うん、はい、だいぶタイムラグあるのかな、うん、こういうものですね、うん、こういう、こういうものとか、こういうものってあれ、きちん、あの、ごめんなさい、こういうものじゃわかんないからちょっと呼んでくださいよ、大丈夫ですって言うと誰か、あ、これですね、はい、ビサマスターカード、うん、JCB、うん、アメックス、ダイナーズクラブ、ディスカバー、楽天エリ、ナナコワオン、あと交通系 IC カード、うん、で楽天ペイ、AU ペイ、これに対応いたしました。はい。ヒカルさん、カードがない人はって言ってますけれども、はい。ね、カードがない方も交通系 IC ペイですか。うん。ちょっとみその声が、うん、聞きづらいですね、うん、ちょっとどうぞ、はい、はい、みそのマイク入ってる、あ、かぶっちゃわない、はい、うん、だからこういうふうにね、いろんなね、あのカードが対応ね、できるようになりましたので、皆さんね、こうね、この旧名古屋にねご支援していただける方はどんどんね、スポンサーさんになっていただいてね、うん、応援していただきたいと思います、よろしくお願いいたします、はい、お願いします。埼玉の坊さんが一口いくらなんですかって、ん、ちょっと味噌煮込み好き、うん、マイクがちょっと遠いので、あれ、うん、あ、ちょっと、あ、大丈夫、あ、大丈夫ですか、ごめんなさいね、はいはい、あ、マイク遠かったんですね、はいはい、一口いくらなんからですかって、あ、はい、3000円からさせていただいております、1ヶ月3000円、1ヶ月3000円、うん、はいはい、あ、ごめんなさい、うん、ちょっとマイクが、私がちょっとマイクうまく入ってなかったみたいです、うん、ごめんなさい、はい、はい、というふうでですね、うん、まあ、個人の方でもお支払いがしやすくなったのかなと、はい、で後ろにありますペイペイも、はい、あの引き続き、うん、あのさせていただいております、うん、はい、ね、ヒカルさんからね、あの、はい、カードがない人はっていうね、この質問がございますけども、はい、ペイペイ、ペイペイもありますよ。ペイペイもありますし、うん、まあ、あとお振り込みもあります。はい。うん、はい、まあ、今回あの、まあ、電子マネーとかですね、こういったものに対応させていただいたというところになりますので、うん、はい。ね、そう、今日ね、私の席にね、なんかクマがいて、はいはい、そこになんか楽天ペイで使えますっていうなんかね、札、うんうん、が、うん、はい、ね、楽天ペイかなり押されてますけどね。そうですね、うん、ね、はい、あの、まあ、もともとその楽天の方で入ったものですから、クレジットカードも使えるということなんですけども、ね、はい、こういった形で、ね、あのさせていただいております。はい、はい、あの、はい、ヒカルさんの、あの電子マネーじゃなくてもあのお振り込みもやっておりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ます、あといいですか、名古屋の営業で、うん、あのね、先ほどのね、あのシュープリモさんのね、うん、メールの中でね、はい、あのこう LINE のね、はい、この返信するとかね、はい、そのタイミングがなかなか難しいですよねっていうね、はい、メールがございましたけども、はい、まあ、でもそれはね、人それぞれなんかそのタイミング違いますもんね、うん、すぐに見られる方とこうなかなかこう見られないっていうね、うんうん、まあ、王子なんか結構ね、まあ、車運転してる時とかこうちょっと出ちゃう時が多いもんですから、はい、なかなかねこうすっとこう見れない時が多いんですよね。 でもそれじゃなくしてもあの女性の方でね、うんうん、もうすぐにでも見てすぐにでも返信をくださいっていうね、そういう方もいらっしゃいますので、うん、やっぱりすぐ見てほしいっていう方が、うん、多いですよ、女性の方で。それは依存症の方ですかね、ま、多分ね、うんうん、まあ、若い方でね、うんうん、すぐこうね、キャッチボールね、うん、LINE のキャッチボールがしたいという方がね、うん、いらっしゃいますもんね。すぐ送るタイプですか、もう王子、はい、王子違いますよ。あ、違う、うん、何やってるんですか。いや、まあまあ、見れたら送りますけどね、うん、なかなかそれが見れないもんですから、はい、うん、まあ、あったら、まあ、あ、すぐに返事しなきゃいけない内容のものとか、うん、だったらまああれですけど、うん、まあ、あんまり
宣伝的って言ったら変ですけどね。あんまりということはあれですね、今の話を聞いてると、うん、送り手によって変えてるんですね。まあ送り手に変えてるっていうか、まあ内容、王子さ、キウ名古屋のさ、うん、業務連絡全然見ないよね。見ないね、うん、見ないね、全然リアクションないよね。見ないでしょ。だから 見れてない時のが多いんですよね。見たらでも送りますよ、うん、あの見たら送りますよ、あの、うん、全然見れてない時のが多いんですよ。でそれは全般的にあれですね、はい、あのいろ全て の, あの、まあ、メールとか LINE とか、はい、うん、が見れてなくてもまとめてみるとだいぶ遅い時間とかね、うんうん、そういうふうにはなっちゃいますけど、まあ、大体 見たら返事はしますけど、うんうん、なんか怪しいですね、このおじさんは。おじさんでも大体そうですよ、あの、うん、ただ見れてない時のが多いですね、あの、うん、全般的に。まあ、反応悪いですね、あの、うん、キーウ名古屋からの。でも全般的にですよ、僕私全般的なんですよね。だからあんまり指摘はされないですけども。お黙り、うん、はい、ヒカルさんがおじさんは10分以内で見て急ぎか可愛い女の子、急ぎか可愛い女の子ならすぐ返事するってアイコンで左右してるんですね。ねえねえ、ね、それはそれでね、あれかなと思うんですけど ね、うん、まあ別にあの王子それだからといってね、うんうん、それがなかなかできないですね、うん、ふざけるな、うん、まあ、それはね、女性だからといってはね、はい、なかなかということで、あの、はい、しないです。名古屋は栄養コーナーですけれどもなんで最後王子その編集の話になったの。いや、あのだからシンプルさんの名古屋は栄養コーナー、今日は、うん、決済方法が増えましたっていう案内の話だったんですね。それもしたかったんですけど、うんうん、ちょうどそのタイミングでね、頭に残りました、シングリップさんの、ね、ちなみにツイキャスでですね、ペイペイのあのバーコード出てるんですけどね、これ実際にかざすと本当にね、決済できあれですよね、決済画面にいっちゃうんですよね。はい、います3000円いきます、はい、はい、ということで名古屋は栄養コーナーでした。今日は決済方法増えましたという案内でした。はいはい、はい、メールご紹介します。はい、お願いします。みさちゃんの方にはメールございますか。はい、あります。はい、ですね、お三人様こんばんは。こんばんは。マンタキの美奈子さんかな、これは誰だろう、名前書いてないな。6月1日と2週目は相方の体調不良、2週目から私も相方から病気をもらって番組休むことに。なので番組内で発表できませんが、マンタキラジオは相方の美奈子は降板しますと話すタイミングを逃しました。お、降板、降板、講習も相方の喉の調子が悪いらしいので休みになるかと。うん、ほう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 、あ、そうそうそう、で、そうなんですよね、美奈子さん、FM 読みたんでね、はい、毎週土曜日でしたっけ。そうですね、土曜日です。土曜日の、はい、21時からの番組なんですけど、今週お休みだったんですよね、確かね。あ、この前は前回お休みでしたよね。はい、あ、そういう理由だったんですね。で、はい、自分たちの番組よりも旧名古屋で先に私の交番発表。交番、交番、え、交番されるんですかね。おう、ねえ、なのでラジオネームもまんたきラジオの美奈子から変えないといけないですね。何にしようかな、王子の秘密のちょめちょめでいいってそれいいよね。いや、いや、ごめんなさい、そのラジオネームの王子の秘密のちょめちょめのことよりもですね、はい、美奈子さんが番組を降りるっていうところにちょっと、うん、ね、ちょっと実はですね、衝撃でしたけどね、うん、FM 読谷さんでね、はい、金曜日の、あ、じゃあ土曜日の21時から、はい、マンタキラジオということでね、うんうん、タケポンさんと美奈子さんでね、はい、やられてる番組なんですけれども、はい、美奈子さんが辞めてしまうということなんですかね。そうなんですかね。先ほどね、王子がね、美奈子さんのお読みした時にね、ラジオネームがね、はい、マンタキーの美奈子、
になってましたんで、はい、ラジオが抜けてましたんで、はい、まあ王子勝手に、ね、ワンタキーラジオの美奈子さんとお読みしましたけども、はい、もうやっぱりちょっとラジオネームを変えられてるんですかね、うん、ちょっと、うん、ごめんなさい、うん、あ、ほんとだ、タケポンさん、タケポンさんがツイキャスですね、ツイキャスで来てますね、急な応援の皆さんこんばんは、マンタキーラジオのタケポンです。今日のテーマタイミングですが、いつもだとこの時間は仕事中で生で聞けない時間ですが、タイミングが良いのか悪いのか、先週初めにコロナを発症して仕事が休みなので久しぶりに生で放送聞きましたということで、あ、そういうことで番組がこの前休みだったんですね、うん、お大事になさってください。ちょっとその美奈子さんが、ね、うん、そのなんで番組降りちゃうのかなっていうところがちょっと、ね、他局ながらにも心配になるんですけれどもね、うん、もしかしたらあれ、急な上に移籍するとかそういうことじゃない？あれ、もしかして何、そこの椅子は美奈子さんのための椅子？そうかもしれない、ね、そうなの、うん、もう今日やってるようにリモートでもできますので、ちょっと待て待て、うん、ちょっとあれマスクマンだから今日私リモートになっちゃったってこと？いやいや、まあ、もしかしたらそういう席が必要かなと思ってそうなの、もしかしてかなんかおかしいなと思って、私なんで今日リモートお願いされたのかなって謎だったんですよ。みそちゃんわかるでしょ、王子の気持ちが、私ね昔からね、うん、放置プレイの館にねずっとね隔離されてましたんで、そうなの、気持ちがわかるでしょ、終わりです、もう終わりです、あら、もうやすさんからの終わりの、なんか、まあ、多分ね、そういうもしかしたら匂いがするな、こっちに、まあ、ドラフトでね、お呼びしたいぐらいですね、こっちがね引っ張りたいぐらいでございます。おだまり。おだまり。埼玉の郷さんが、みそさんはオブザーバー、私オブザーバーなの？そうなの？いやいやいや、メインでございますよ。あ、でもタケボさんからですね、マンタキーラジオ私一人になりますということで、うんうんうん、でもね、埼玉の郷さんもね、もちろんマンタキーラジオ聞いてますけれども、みなこさんやめちゃいやって言ってますよね、うんね、うん、ちょっとびっくりでございますけど、はい、あともう一つですね、はい、お願いします、いますので、お読みしたいと思います、はい、金の中の皆さんこんばんみ、こんばんみ、久しぶりの、いつも気まぐれラジオネームサッチーです、ありがとうございます、タイミングですが、数年前の私の誕生日の時に巨大な台風が沖縄に直撃するっていうタイミングで、本土に住んでいる元彼のところに遊びに行き、タイミング悪く本土に直撃、飛行機が飛ばず3泊ぐらい延泊する羽目になりました。わお。たまたま彼の元彼の家に泊まっていたから良かったものの、ホテルに泊まっていたら大変なことになっていました。ということでございます。あれ、逆にでも嬉しいんじゃないの？私も今思ったけど、ここにね、こうね、延泊するためになっちゃったってね、かっこ泣きって入ってますけども。泣いてないでしょ。でもそれは逆に嬉しい感じじゃないの？嘘だでしょ。また元彼とよりが戻っちゃうみたいなね、うんうん、そういう感じだったかもしれないですね、うん、ありがとうございます。埼玉の郷さんがメインはダンサーさん、オブザーバーみそさん、補欠が落ちて補欠になってる。まあ、補欠だと代打でよく使っていただけるからいいかもしれないですね。補欠が王子って言いながら、その次の瞬間、ああ眠い寝ますやって言ってもう寝ちゃったっていう。ってはい、行ってお休みになられました。ああ、そうなの、はい、早いじゃんもうね、ちょうどちょっとね、こう、まあ、1時間番組になって、そうですよね、そろそろ寝ますっていう方もやっぱりいらっしゃいますよね。まあ、こう寝ながらね、子守歌のように聞ける番組なのかどうか分かりませんけどもね。子守歌にはならないでしょ。多分聞いてたらイラッとする時もあるかもしれない余計に目が冴える。でも今日良かったでしょ、子守歌代わりにちょっと一フレーズ歌っちゃいましたけど ね、 ね、サッチさんが元カレは仕事の都合でずっといられなかったんですって。あら、そういうことか。あら、そうなんです、はい、ということでエンディングですね、はい、エンディングです、来週のテーマは雨宿り。来週のテーマは雨宿りです。傘がなくてコンビニに雨宿りしたなど、雨宿りエピソードをお送りください。
この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭中首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっしゃ芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレイナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。FM ギノワン引き続き、番組をお楽しみください。23時からは FEC チューンのですよ。閉店ガラガラ